歴史とはこれ、人生の道しるべない。どうも、日本の文化力チャンネル読み人立成です。聞き人グランベンです。藤原の道綱、はい、彼は摂政関白藤原の兼家の次男でありながら、目かけの子であるということで、正妻の子たちである道高、道兼、道長より下の立場に置かれました。そうなんですか。大河ドラマ光る君へでも道綱は道長たちの下であることを念押しされていましたよね。されてましたよ、これには道綱母の安子さんもね、心を痛めてたと、まあ、想像するんですけども、しかしながら彼は一般的に言われている通り、目かけの子であっただけで三兄弟よりも下の立場に甘んずることになった、かわいそうな人だったのかというと、まあ、我は少し違うかなと思うんです。まあ、そんなわけで今回は道綱のエピソードを追いつつ、で彼の歩んだ人生を前編後編にわたって考察していきたいと思います。藤原の道綱は天暦9年955年生まれで、はい、イボ家の道高よりも2歳下、はい、でイボ帝の道兼よりは6歳上、そして道長の11歳上ということになります。まあ、彼の幼少期については藤原道綱母の、ね、安子さんの、あの陽炎日記によく記載されてるんです。例えば道綱が乗り弓っていうね、乗り弓、あの帝の御前でこの弓の腕前を披露するイベントがあったんですけど、まあ、その時になんか大活躍をした場面とか、そうなんや、であとその後舞を舞って褒められた話なんかがこの陽炎日記で紹介されてるんですよ。あのほらドラマでも道綱さん兼家の前で待ってたけど、まあ、割とあの運動神経は良かったみたいなんですよ。そうなんですか。であとね、あの道綱の性格をよく表している少年の頃のエピソードがあって、ある時ね、安子さんが、まあ、夫兼家が通ってこなくなったことに対してこう気を病んでしまって、で思わず道綱にもう一層尼になってこの世との執着を断とうかしらって漏らしてしまったことがあったんです。でそしたら道綱、ね、あこう言うんですよ。母上が尼になるなら私はそうになります。なんのって、もうね、泣きじゃくりながら母親にすがるんですよ。いや、なんともなんか可愛らしいですよね。そうやな。まあ、安子さんね、あのそんな泣きじゃくる道綱をこう冗談を言ってあやそうとして、そうになってしまっては鷹は飼えませんよ、どうなさるのって言ってんやけど、鷹飼ってたんや。そうそう、道綱って鷹好きやったらしいです、そしたら道綱飼ってた鷹のところまで行って、で繋いであった鷹を大空に向かって解き放ってしまったらしい。もったいねえ。まあでもこの時道綱さんね、17歳やったんですけどね。まあでも少年とはいえだ、まあまあ大きいよね。いやいや大きいな。まあでもね、これはね、あの単なる余ったれと切って捨てるのは簡単やけど、この年で母親が尼になるなら自分もそうになるって言えるっていうのは、まあ、心優しい人やったなっていうふうに見ることもできるんです。優しい少年。ね、あの自分の大好きやった高まれ逃がしてるんですからね。ますね。まあ、そして彼 の, あの少年時代のエピソードをもう一つ言いますと、この高放ち事件から1年ほど経ったある時、もう兼家はあの安子さんの屋敷を素通りしてね、で別の愛人の家にしげしげと通ってたらしいんですよ。悪いやつやな。もうこんなあのひどい仕打ちに我慢できなくなって安子さんは道綱を連れて平安京 の, あの西の外れにある般若寺っていうところにこもってしまうんです。そうなんですね。で、まあ、そんなことがあってさすがにね心配したのか、兼家が夜遅くに安子さんを迎えに自らねこの般若寺まで足を運ぶんですよ。で寺の入り口で道綱を呼びつけて、今日はあの物意味があるし中まで入れへんね、車どこに寄せたらええかママに聞いてきてって言うたんですって。で道綱もうパパにそんなこと言われてね、安子さんにそのことを伝えに行ったら、安子さん非常識やわ、物意味で入ってこれへんのやろ、もうそんなんやったら帰ったらええやん、もう夜も更けたし言うてきてって、もうこんな調子でね、あの2人の間を電書バトみたいに道綱さん行ったり来たりさせられたらしい。そうなんや。かわいそうにな。
でもあれでもこれ寺の入り口から安子さんのいる本堂までもう石段を100メートルぐらい上がらんとあかんかったらしくて、100メートルの石段、そうでそれをあれでもう行ったり来たりしながらやから、もうこれ昭和の部活状態で、もうおーしんどいなこれ、しんどいよこれ。で召使いたちもお坊ちゃんかわいそうに言ってもう同情してたぐらいなんですよ。同情した、うん。でそれでもね、道綱さんもけなげにもフラフラになりながら弁書バトをするんですけど、おでも一向に拉致が開かないから、もう金家の方もしまいにはもうイライラしだして、でもう道綱に大体お前が不甲斐ないからあかんねん、もうこのぐらいのことなんで取り直せへんねん、もうお前はメールボーイか言うて、よりによって道綱にぶち切れ出したんですよ。岡戸違いよ、岡戸違いやね、もう、うん、道綱にしてみたらちょっと待ってくれ、なんで俺が怒られなあかんねんって話や。うまいでもこれかわいそうに道綱さんね、あの金井にそんなこと言われたことをもうあれですわ、あの安子さんに泣きべそかけながら伝えたんですけど、おでもそれでも安子さんね、もう知るかもう絶対帰らへんって取り合おうともしない。道綱かわいそうや。もうでまたそのことを金井に伝えていって、また、うん、でも金井もしまいには諦めて、うん、もうな、絵はもう物意味中やし、もういつまでもこんなとこいられへんし、今日のところは帰るわって言うて、でもうそれで三つはもう、ああやっとはおしまいやと思ってほっとして、うん、でまあ安子さんにそのことを伝えたらしい、うんうんうん、でもねもう三つはもうあれもいたたまれなくなったのか、うん、もう安子さんにもうこういうんや、うん、もう父上を送ってきます、うん、私も車の後ろに乗せてもらいます、もうここには帰ってきませんって、おって言うてもうしぐしぐ泣きながら出てったんや。で安子さんの方ももう言うて道綱だけが頼りやったから、ってもう思ったけど、もう後の祭りやんか、おでも後には引けへんし、もう黙って見送ったんやて道綱。そうなんや、うん、そしたらしばらくして道綱がまた安子さんのとこ帰ってきたんや、うん、で言うにはお前は読んだ時にだけ来たらええって父上に言われましたってひどいやん。で言ってまたしくしく泣き出すんや、実はさ。で安子さんもな、もうそんな道綱さんがかわいそうになって、そんなんな父上もなあんたまで見捨てるわけないやろって言うて慰めたらしい。そうなんか、いやていうかもっと早い段階で優しく声かけたりやって思うのは我だけでしょうか。いや何回も何回も往復させられて。そうやね、しかもこの時夜中の2時頃やったらしいですわ、うん、そうなん、あこんな夜中に石段を何往復させられたんやって話ですよこれ。ほんまや、100メートルもある石段を、あ、うん、そんなねもう地獄のようなもう親子3人のやり取りやったわけですけども、あまあでもこれ返す返すの道綱かわいそうやったね、まあ、頑張ったね道綱さんね、うん、いやこの時道綱さんでまだ17か18歳ぐらい、反抗期ちゃうか、反抗期かもしれない、普通やったら反抗期やね、うん、ま、いやもうほんまに言う通りまだまだ多感な少年じゃないですか。それをやね俺真夜中にあれ、ね、夫婦喧嘩に付き合わされて、で 100m もある石段を何往復もさせられてやね、であれ最後挙句の果てには父親から不甲斐ないねんってもうこんな理不尽にぶち切れられて、あ普通グレるでこんなん。そうやなもう途中でやめるわ、やめるかグレるかやね、うん、もう子供のうちにこんな経験させられたらね、お前は。でもね道綱さんはこんなとんでもない毒親たちに育てられながらも、まあまあでも気の優しい性格やったらしいんですよ。そうか、うん、さっきも安子さんの元を去ってほら父親の元に行きますって言ったのもね、まあ、本当は俺安子さんを見捨てたんじゃなくて、自分がそういえば安子さんが折れて一緒についてきてくれると、もう子供ながらそう考えたんかなって私は考察するんです。けなげやな、うん、なんとか2人を仲直りさせたい一心でっていうことかなって、うん、思ったんです我は、うんでね、そんなことがあった翌朝も
美術なさん金家が無事帰宅できたか、うん、まあ、あと機嫌を損ねなかったやろかって心配になって、うん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 、で金家のところに安子さんの手紙を持って行ったらしいんですよ。そうなんですか。うん、般若寺からまた平安京まで行ってね、うん、いや優しいよね美術なさんね、うん、ただまあこの時は金家さん留守で会えなかったらしいんですけど、どこ行ったんや、まあ、どないねんって話やね、もう、うんうん、いやでもねこれ金家さんも美術なさんも簡単にこの般若寺と平安京の間を行ったり来たりしてるけど、うん、これあれで今やったら実際距離的には義使者やったら6時間ぐらいかかるぐらい遠かったんですよ。6時間、うん、般若寺って今も跡地が残ってるんですけど、かなりもう山奥で人里離れたところにあったんですよ。ほう、うん、でだからあんなところにねこんな身分の高い貴族の親子が行き来したんかって思うとね、うん、まあなんとなくですけどこう感慨深いものが、うん、すごいなありますね、うん、まあそんなこんなでまた日が経ちまして、うん、で安子さんの般若寺老女はまだまだ続くんですけども、おでもねしまいにはね、あの道綱さんの腹違いの兄であるもう道高さんがお見舞いに来たりするんですよ。道高で最後はもうあれですよ、あの安子さんの父親がね心配して様子を伺いに来たんですって。おう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 、安子さんのお父さんってこの時かなりご高齢だったと思うんですけどね。でそれでももう安子さんの気は変わらずで、まあでもねこの距離をわざわざ訪ねてくるってすごいよね。6時間かかんねんね6時間かけてみんな優しいね、うんうん、そしてついにまた満を持してというか、もう再び金家が般若寺に出現するんですよ。まあ、今度は物意味もないからもう安子さんの居室にずかずか入ってったらしいですよ。でも、 もう金家さんが何言ったってもう安子さんも一向に折れる様子がなくて、で金家はもう道綱に向かって、いやもう道綱も大変やな、こんなとこで生活続けるのってどうよ一体って言うと、な道綱さんは、はい、いやもうとても苦しいです、でも仕方がないですってもうこうやってうつむき加減で答えるんや。ほな金井さん、あもうほんまかわいそうにな、ほんまもうほんならあとはお前の気持ち次第やわ、まあ、もし帰りたいんやったら車回してきいなって言い終わらんうちに、うん、道綱さんがスクッと立ち上がって、はい、もうそこら中にあるものを袋詰めしだして、うん、もう牛車に積み込ましてやね。そうなん、であのそこにあった貴重とかあと屏風やらも全部しまい出したんよ。もうそんな姿見て安子さんももうあっけに取られてるし、で金家は金家でもうこの呆然とする安子さんをもう横でチラチラ見ながらニコ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 笑ってこう言うたらしいですわ。どういうこと？いやー、えらい綺麗に片付いてしもたな。もうこれは一刻も早く仏さんに挨拶して帰らなあかんわ。もうそれが礼儀っちゅうもんやで。って、もう言いたい放題も冗談飛ばすんですけど、うん、もう安子さんももう何にも言えんと、もう涙を流すしかなかったらしいですわ。いやでもそしてね、それでももう安子さんね、もうガンとしてじっと動こうともしないんですよ。うんうん、ほら今度もう金家もね今度はにこやかに、いやもうええで大丈夫や、まああとは道綱に任すわって言って、うん、金家は部屋からさーっと出てってしもたんですわ。いやこれね息子に丸投げして逃げよったんやね。そうなお前が前だったねねえからクロージングまでしっかり責任取れよって思うんですけどね。そうやな。道綱さんもかわいそうにもう必死でまた涙ながらにもう母上もう行きましょう、もう行きましょうって言って安子さんの手を引っ張るもんで、うん、もうそんなもうね息子にそんなんされたもんやから、もう安子さんも最後はもうねもうこう幽体離脱したような気分で、うん、ああもうこれは私ではない、この寺から出ようとしてやれるのは私ではないのよって意味不明なこの自己暗示をかけながらも道綱さんにこう手引っ張られて牛車まで乗り込んだらしいです。そうなんですか。であれでしょ、あの牛車乗り込むでしょ、はい、そしたら金家もその後満面の笑みで安子さんの牛車に乗り込んできて、で安子さんの横にドカッと座ったかと思ったら、
もう安子さんも思わず吹き出しそうになるような冗談をもう道中延々とわめき散らしてたらしいですわ。おでもそんなん聞いても安子さんもね、もうこうやってもう笑いこらえながら黙ってるんですよ、うんうんうん、やっぱりね金井も冗談うまいんですよね、まあ、で一緒に乗ってたあれで安子さんの妹がね、うん、もう金井に気ぃつこて、もう代わりにあれあのその冗談に対して受け答えしてたらしい。そうなんですか。ああ、うん、大概やなって、うん、でまあまあそんなこんなでね、あの晩の10時頃に無事あの安子さんの元いた平安京の家までたどり着きましたとさと。お、まあ、めでたしめでたしと。よかったね。一旦ね、うん、もう最後の方は金への濃いキャラが出すぎて、ね、メインの道綱が霞んでしまったからね、ちょっと話を道綱さんに戻すんですけど、はいはいはい、いやまああの道綱さん、まあ、やっと報われましたよねこれでね、うんうん、まあ、最後ねこの金家との連携プレーかなんか分かんないですけど、もう瞬速でこう荷造りをしたのはまあ道綱さんナイスやったと思いますわ。ああそういうことな。うん、いやもうこれもね、これで金家も道綱さんのこと見直したやろし、うんうん、まああの金家のことやしね、でもこれ下手したら事前にほら手紙とかのやり取りを道綱さんとして、でも段取りを全部道綱に教えて、もう計算づくでこれ全部やったんかもしれないですけどね。おお、そうなんか。ああ、いやまあそういう我の想像なんですけど、ね、そういうことね、うん、はい、さていかがだったでしょうか、今回は藤原の道綱前編ということで、主に少年時代のエピソードをお話ししました。お、まあ、これらの話だけでもね、もうこれ道綱っていう人となりがよく分かりましたよね。うん、うん、気弱だけど優しくて用心重い、うん、でまあ弓や舞は得意で、まあ、どちらかといえば運動神経はいい方やったかもしれへんけども、うん、まあ、ちょっと鈍くて、まあ、気が利かないというか、まあ、うん、そんなことでこう金井をイラつかせることもあったと。お、うん、まあね、こんなんでこれから宮中でやっていけるんかっていう心配はあるんですけど、はい、まあでもね、そんな道綱さんなんですが、これからどんな人生を歩んでいくのかは後半の動画でまたお伝えしたいと思います。楽しみです。はい、まあ今日はこのぐらいということで、この動画を気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。お願いします。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。日本の文化力。それではさらば。いとま申して。